コードやっぱ当てやすいよね。当てやすい。 あれリコイルねえもんだって。あれ意外にさ、なんかこう初めてやるには結構意外にいいかもな、 FPS 系。うるせえな。なんだよお前。機嫌がいいなお前。なんなんだお前。まさかお前大阪でなんかあれだな。これね、あれだよ、楽しいことしてきたか。京都でよ、あのメインエス行ったらよ、70ぐらいのババアが出てきた。俺もう本当にそれで京都嫌いになった、マジで。もう二度といかんわ、ほんと、あの街には。LINE で言ってたやつね。そう、俺もうマジでいかん。攻撃を食らってる。クソだわ。ダウンしちゃった。じゃあ、ここに敵が。メインエス行って、あのメインエスどうだった？あのさ、俺ちょっとあの技わかんないんだけどさ、あの前腕でめちゃめちゃ総警部マッサージしてきた。うん、いや、ちげえ、なんかさ、うん、そういうのじゃなかった。やっぱさ、うん、あ、なんかせっかくの旅行先だから行くべえと思って、うん、行ったらさ、まあなんか年齢25歳、まあ面接で若干年齢層高めの人もいるじゃん。まあ、あのテクニック重視みたいな。だいたいプラス10とか 5から10って思ったからいいかな。で、俺もガキじゃねえからさ、そんなの野望なこと言わないけど、はいはいはい、なんか25から3、まあ、20代の子がいますみたいな感じで、はい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 、行ったらマジで本当にリアルに多分55から65ぐらいでババアが出てて、で俺ね、さすがにそれはねえよと思ったんだけど、で第一声が、あのね、私ね、メガネかけなきゃね、目が見えないんだけどね、あの お店の人にね、あのメガネすすんなって言われてんですよって言われて、あーもうでこれもう元取るしかねえ、配信で喋るために元取るしかねえと思って、ああそうなんだみたいな、一応さ、向こう25歳の体で喋ってるから俺もタメ口いかなきゃいけないじゃん。明らかに俺の母ちゃんと同じぐらいなの。我々も、まあ、そうなんだ。そうやって、うん、2周してますやんって、もうね、もう、ね、本当ね、じゃあシャワー浴びてくださいって言われて、そうさ、面接ってさ、なかなかチンコ触られないのが気持ちいいのに、もうそのままチンコしか触んねえの。もうさ、他のも触ってくれよみたいな。もうチンコしか触んないの、全部服脱がされて、もうずっとチンコしか、ずーっとチンコ触らせて、もうなんだよ俺。俺ちょっと今日仕事で疲れてるから、肩とか足とかマッサージしてくださいって言ったのに、何あー、じゃあこのままバタンキューだみたいな。もう使ってる言葉もさ、明らかにババアなの。死後みたいな、レッツラゴーみたいな。そう、ほんでさ、死後マスだったら、気合いでいたからさ、俺150分で入っちまって150分ずーっと足揉んでてもらったの。あー、もう二度とだから京都行かねえわ。いや、もういい経験したね、うん、それもう嫌いになった本気で。京都、俺も全然京都悪くないけどね、全然京都悪くないけど、京都かわいそう。ダメだわ、あれも京都という街がいけないわ。そんなことしてくれるんだったら俺はもう二度と行かん。完全ダメです。やっぱマジでうちの母ちゃんの方と同い年ぐらいだったからさ。じゃあ俺別にね、それだったらあらかじめそうやって言ってほしい、さすがに。まあまあではね。25って言われて、うちの母ちゃん、いや、それ無理があるだろうと思っちゃうね。さすがにちょっと。それは無理だ。何かをちょっと間違えたんじゃねえかなっていう。さすがにな。聞いたこともね、まあ、めっちゃあるだろう。かなりレアな体験したわ。だからお目にすぐ LINE したお前、おばあちゃん来たっつって。だってさ、なかなかないからな、あんな、うん、そこもう内容で察して、あ、これ結構ピンチなんだろうなって。うん、ほんと助けてほしかった。ピンチだろうな。でもなんかさ、俺チェンジとか基本的に絶対できないから。うん、クラフト中だよ。でもさ、やっぱ配信してるとさ、可愛い女とかからも LINE 来るじゃん、あのメール来るじゃん、自分のやつとか、はいはい、私メインエス上、ね、そう、うん、私メインエスやってるんですみたいな感じでさ、あ、メインエスにはこういう子いるよなみたいな感じでさ、その期待値がさらに上がってて余計しんどかったわ。なんであんな可愛い女のメール無視して俺おばあちゃんとエッチしなきゃいけないんだみたいな。あのさそういうメール送ってくると可愛いんだよな。可愛い、やっぱ自分に自信があるから可愛いじゃん。私ね、あれだからね、あの老眼だからねっつって。
応乗ってあげてんのにさ、あそうなんですねみたいな、そうなんだ、一応さ明らかに明らかに年上なのにタメ口とか聞いて無理してんのにさ、私ね目見えないけどね目見えないんだみたいな、超きちったよマジで。もうさ、もうほらメースってさ、あのほら多分ダメだけど、本当はダメだけど、なんか交渉次第でみたいな噂もあるじゃん。おばあさん分かってんだろうな、もうこういう若い子がここ来たらもう目的はこれだろうっつって、もうさずだからさ、そうじゃあもう戦隊の段階でチンポ触れちゃってさ、もうルールにあんじゃん、もうそんなの。いやもうそこはちょっとなんか多少なあ、メインエスってあれだからな、ダメだろこれは、ダメだよ私老眼だからね25歳のメス、ほんとふざけてんのそれだ。珍しいね、珍しくアンラッキー引いたね、割と運いい方なのに人生では。いやでも俺ね、風俗運はあんま良くないんだよな。あ、そうなんだ。うん、なんかやっぱ強く言わないとさ、ハモられんじゃん。まあそうだね、確かにね、うん、最たる例じゃない、本当に。だからもうすぐおめえに LINE したの、助けてくれみたいな感じで。おばあちゃんと今、おばあちゃんに今背中マッサージしてもらってる。そしたらさ、おばあちゃんだから悪いじゃん、なんか。なんかな、ちょっと。だって、150分。大先輩だからね、そう。150分、ずーっと俺の腰もんでんだぜ。疲れんだろうと思って。そろそろ仰向けにならないのみたいな。あ、ちょっと、今あれですわ、みたいな。俺今。腰が痛いっすよさ、めちゃくちゃしんどかった、ほんと。アルティメットが使えるよ。